はい、トラポンです。今回の動画はですね、今日行われました東西のですね、金牌の,あのレース開口、感想ということで動画の方を作っていきたいと思います。はい、まずはですね、中山金牌の方から振り返っていきたいと思います。はい、まあ中山金牌ね、まあ振り返る前にですね、今日のですね、まあ中山の芝状態ですね、まあ連続開催で、まあ1週間空いてですね、まあ A コースから C コースに変わったということで、 時計の、ね、出具合的にはですね、まあ、年明け前とさほど変わらないかなと。まあ、若干、ね、C コースに変わった分ね、まあ、少しはね、あの時計は出やすくなってますが、まあ、あの思いっきり、ね、めちゃくちゃ速くなったということはないですね。まあ、C コースに変わった分は速くなってますけども、まあ、めちゃくちゃ速くなっているという感じではありませんでした。 でですね。まあ、逃げ馬がめちゃくちゃ有利ということもですね。まあ、金杯を迎えるまでにはそこまで感じ取れなかったかなと。まあ、ただね、インコースがいいということは間違いなかったので、まあ、最後ね、外を回して、まあ、勝ち切るというシーンはですね、まあ、やはりなかなか厳しいかなと。まあ、逃げてない。 馬でもでもすねやはり内々を道中ロスなく回ってですね4コーナーもまあ内から抜け出してくるという感じのですね馬がやっぱりあの上位に来てたかなという印象で、まあ、特質ね、ね開幕週特有のですねあの逃げがめちゃくちゃあの来るという感じではなかった。 だと思いま,すまあただね5レース7レースの逃げた馬というのはねあの非常に人気薄でね、まあ、実力的に踊る馬でしたのでまあもちろんねあのなかなか馬券圏内に逃げ馬が来るということはなかったんですけどもまあそれでもね、まあ、前目のうちが有利だったということはですねまあ間違いなかったかなという感じでした。 でですね、まあ、中山金牌レースはですね、まあ、私の予想通りですね、あの1枠2番のブラックスピネルがですね、まあ、やはり津村ジョッキーがまあ新春のインタビュー記事で言ってた通りにこのまあまあ逃げた方がいいからこん今回は逃げるというまあ、ね、あの記事がありまして、まあ、その通り逃げたという感じでですね、まあ、前半 1000m があるまあ60秒2というまあ字幕の、ね、スーパーがまあ出たんですけども、まあ、平均ペースぐらいかなと。 まあ3波の目にね、12秒8という感じでね、かなり一瞬緩んだんですけども、4波の目からまた11秒7、12秒0ということでね、ちょっと緩急がつけすぎたかなと、3波の目と4波の目がね、1秒1違うということで、まあ私、ブラックスピネル本命だったんですけども、まあもう少しね、ここまで緩急をつける感じではなくてですね、 まあ平,あの平均的に流してほしかったなという感じはしますけども、まあ、ただね、まあ、結果的に4コーナーからトリオフにすぐ来られてね、まあ、あの垂れた感じを見ますと、まあ、完璧に乗ってても馬券圏内に来てたということはまあなかったかなと、まあ、着順もブービーで16着ですのでね、はいまあ、範囲で考えられる点として,ましていたしましては、 まあ、ババ中山の馬場がやっぱ合わないのかなという感じですかね。まあ、もちろんねあの、レース上がりが35秒台のレースが全く来ないというわけではないんですけどもうんただね、もう1回、まあ、いろいろ確認するとですね、まあ、どちらかというとやっぱり上がり34秒台の上がりが使えるぐらいの馬場、まあ、状態の方がですね、まあ、力は出せるのかなと。 いう感じがしますね、まあねあとはまあ状態面がですね、まあ、変則開催のということで、まあ、状態面も今一歩だったのかなと、まあ、それはね終わった、まあ、後付けになってしまうので、ねまあ、実際どういう本当にどういう原因でねここまで曲げたというのはちょっと分かんないんですけどもねはいで、まあ、勝ったのが通りンフだったということで通りンフはね無理なくまあ3番手2番手とまあ2番手ですね うちでノーブル・マーズを見ながらトリオンフが2番手と逃げたのまのブラック・スピネルを見ながら2番手ということでね本来トリオンフの競馬と前走はねブラック・スピネルが行かなかったということで逃げる形になりましたけども本来トリオンフの競馬だったのかなとトップハンデの5 8キロを背負ってね本来乗る予定だった。 三浦ジョッキーに代わって、まあ、デムールジョッキーに今、ね、落馬、三浦ジョッキーがまあ落馬してしまって負傷したために、まあ、デムール騎士に乗り換わったんでね、まあ、この辺の、ね、乗り換わりはね、まあ、当然、三浦ジョッキーもデムールジョッキーも去年の成績を見ればね、勝ち倉的にもそんなに差がないわけですから、まあ、乗り換わったことがマイナスになるということは、もう、ね、やる前から別にないなということだったんですけども。 まあね前奏のね内容が非常に恵まれたということだったんでねまあ思ったよりはトリオンフ、人気集中しなかったんですけどもまあただねあの最初の最終見解でも言ったんですけどまあ本調子ならばですねトリオンフが一番強いだろうとこのメンバーの中ではですねまあ長期休み明けの2奏目ということでねまあ若干その辺も反動があるんじゃないかとかいう不安も ね、いろいろ言われてましたけどもまあ終わってみればね、まあ、順当だったのかなという感じですねでまあ1着からね5着までの来た馬を見てもらえれば分かるんですけどもまあ7番8番1番4番6番ということでまあやっぱりねあのー、今回祭から A コースあー C コースに変わったということでまあ内枠が有利になったかなと、まあ、結局うちの傷んだところをカバーしてるということでね内枠が有利。 で、やはり、ペースもね、そんなに速くなかったということで、まあ、先行馬が圧倒的に有利だったということで、もう完全にね、あの内枠の先行馬で固まって決着だったということでね、まあ、自分はブラックスピネルを買ったということで、まあね、まあ、内枠の先行馬の中で一番下手な馬を買ってしまったという感じで、まあね、最悪な結果だったんですけども。 まあ2着のね、ウィンクシードもね、まあ、4番手、5番手ということで、まあ、去年のね、ディセンバーステークスのような競馬をして、そのまま、まあ、一波の延長だったんだけども、まあ、状態のね、良さを維持して、まあ、粘り込んだと。で、テリトリアルはですね、あまあ前走チャレンジカップ、まあ、先行して大敗してる、してたんですけども、まあ、この馬もね、まあ、 前回祭の阪神よりは中山の時計のかかる馬場の方が良かったのかなということで、この馬もね、内々をぴったり回って、まあ、最後ね、なんとかなだれ込んだということで、まあ、展開と枠で恵まれた3着と、まあ4着のノーブルマーズもそうですね、枠と展開に恵まれたと、ロスなく2番手、3番手をずっと回ってきてですね、 まあ一瞬二着はあるのかなという感じで直線ね、あの見えましたけど、最後ね、ウィン・イクシートとテイトリアルには刺されましたけども、うまくなだれ込んだかなと。で、全く人気のなかったマイネル・ハンギもですね、枠を生かしてそつなく乗ったのかなということでね。まあね、この五着までは非常に接戦のゴールインでね、0秒2の中に5頭が入るということで。まあ、 トリオンフはね、これからも2000メートルのレースに出てくれば十分、自走以降もね、まあ、このままは高速馬場にも対応できますので、で今回中山のね、こういった時計のかかる馬場も対応できたということでね、まあ、2000メートルなら引き続きクラス G2 とかね、あの格の高いレースに出ても面白い一等なのかなと。まあ、逆にね、ウィンクシードとかテリトリアルはね、まあ、かなり恵まれたのかなという感じがありますので、 まあコースが変わったりしてねあとは東京競馬場とかの上がりの早い上がりが要求されてしまうようなね競馬場になるとやっぱり厳しくなるのかなと、まあ、ノーブルマーズにもそれは言えますけどもねはいということでね、まあ、中山金杯は、まあ、そんな感じでしたはいそれとですねまあ人気でね負けてしまったクレッシェンドラブとかね まあ、ギベオンとかですね。まあ、レッドローゼスとか。まあ、この辺はね、まあ、正直展開がもう全く向かなかったかなと。まあ、ザダラも3番人気だったんですけども、ザダラもね、大外枠だったということで、まあ、この辺はね、もう完全に展開がもう、無理だったかなと。今日のね、金牌の、このレースの流れとね、まあ、枠の入りを見てもらえば、もう一目瞭然ということなんでね、この辺はもう、 度返ししていいかなということで、引き続きね、あの、各自にあった条件とかね、こういう極端な枠の有利不利がない状態に、条件のね、レースに出てくればですね、まあ、引き続き狙ってっていいんじゃないかなという感じですね。まあ今日に関してはもう完全に、展開で枠がきつかったということで、もうど返し扱いでいいと思うんですけども、 ただギベオンに関してはね、もう、何て言いますかね、前走も不利があったから今回は巻き返すんじゃないかという感じだったんですけども、やはりディープインパクト3区のね、一回崩れ出すともうなかなか戻ってこないという感じでですね、まあ、それでも毎回人気になってしまうんでね、この辺はまあ、次回以降もですね人気になるなら、やはり中心市は危険なのかなという感じがいたしております。はい。で、続きましてね、京都金杯の方、どう まあ、レース解雇ということでお話ししていきたいんですけどもまあね、京都はねまあ一回開催を阪神を挟んで、まあ、開幕週ということでねまあどのぐらい馬場状態がね秋開催からなってるのかということだったんですけどもまあ時計はやっぱかかってましたね。 去年、おととしぐらいからまあ時計がかかるようになってたんですね。時計はかかってると。で、じゃあ時計がかかってるから内枠が来ないのかということなのかと言われたらそうではないんですよね。内枠がやっぱり有利なんですね。開幕週なんで。じゃあ逃げ馬がめちゃくちゃ有利なのかと言われたら逃げ馬は有利じゃないと。内を通ってさらにある程度の上がりが使える馬。自然もある程度しっかり使える馬がまあ有利、一番有利だったのかなと。 いうことでねだから外枠、外はある程度の足は使えるけども、やっぱ外枠に入るとやっぱ厳しいという、まあそういうような芝状態でしたね、今回は。で結構スローで逃げた馬でもですね、最後ヒトハロンが結構上がってしまうというぐらい、まあ芝状態はまかなりタフだったかなということで、まあ今の芝、今日のね、芝を見るとですね、まあ内枠有利で、 なんですけどもかなりですね、逃げ切るならばですね、もうめちゃくちゃスローに落とさないと厳しいかなと。特に中距離、戦、ま、力、あ、以上はですね、特にそうい,うい言ったような印象を受けました。はい。で、勝ったね、サウンド・キュアラは、まあ内枠ですね、2枠3番で。で、後位の4番手、5番手で進んで、まあ、上がりも34秒6でまとめたと。 いうことで、まあ、完勝だったですね。まあ、京都が得意だという、まあ、その通りのね、まあ、走りを見せたかなと。で、まあ、筋量も53キロということでね、まあ、ハンデもかなり恵まれていたと。まあ、全く危なげない勝ちでしたね。で、2着のね、ダイヤトニック、私は、まあ、戦力は非常にね、あの危険なんじゃないかなと思ったんですけども、まあ、私の想定よりもですね、位置取りが、まあ、前目だったかなと。 まあ中段ぐらいにつけられましたしね。で、内枠の利を生かして4コーナーも外を回さず、内からですね、まあ、さばいてきたということで、まあ、完璧な騎乗だったのかなと、北村勇二ジョッキーね。決してね、この距離は合ってないんですけども、まあ今,今日のね、馬場の特性とですね、まあ、特性をまあフルに生かしたと、まあ、内枠で、まあ、外を回したら届かないということで、まあ、 きっちりね、打ちにこだわって乗って、まあ、しっかり持ってきたかなと。まあ、当然ね、実力、単純な実力だけで言えばね、ダイヤトニックはもちろん重賞もスーパーステクス G2 勝ってるわけですから、こ、まあ、このメンバーに入れば能力が上位なわけでね、だから、距離が伸びたことによって、パフォーマンスがどれ,だどれぐらい削られてしまうのかということだったんですけども、今日に関してはですね、まあ、偏った打ち有利というのと、 まあ逃げ馬がね、まあ、そんなにまあ有利じゃなかったという馬場をね、フルに生かしたかなということなんで、まあ、今日はね、戦闘対応いたしましたけども、まあ、そフラットなね、あの状態の馬場で、実走出てくるならばですね、あのそこまでね、信頼はでやっぱりできないかなと、戦闘は。私はそういったイメ印象を受けました。やっぱりですね、1400メートルに出たときに思い切り買うと。 いう馬だと私は思い。ましたはいで、3着ね、これがびっくりだったんですけども、ボンセルビーソということで、まあ、決してね、今日の馬場はね、先行した馬がそんなに有利じゃなかったんですけども、まあ、マルター・アブズ・アポジの2番手をね、無理なく、もう本当に無理なく追走できたかなと。んで、まあ、早めに来る馬も全くいなかったということでね、 本当、まあ、ほんと自分のペースをきっちり、まあのー、乗れたかなという感じで、まあ、最後粘り込んでね、3着と。で、3着と4着がね、2馬身2分の1だったんでね、まあ、これは非常に、まあ、展開も恵まれたかなという感じですね。まあ、あとはですね、まあ、もちろんモンズルビースは京都競馬場が得意だということなんですけども、まあ、1着も2着も3着馬もすべて京都競馬場が、ね、得意だな馬だったということですね。 で、ボンセルビースは専用が得意なんですけども、ま、戦得もね、まあ、確かに3着の実績はね、何回かあるんですけども、まあ、今日の馬場状態、まあ、先行そこまで有利じゃなかったのにもかかわらず、まあ、3着に残ったということは、もうこれはね、本当に今、まあ、本当に京都が得意なんだなということを、ま、改めて感じる3着でしたね、これに関しては。で、4着のソグリッタリングは、ま、外枠が響いたかなと、これに関してはね。 まあ18番から4着ということでね、うん、まあこれは完全に枠で負けたかなと。まあ3着4着にね、さっきも言いました通り2馬詞2分の1の差があるんでね、まあ、4着とはいえかなり負けた4着なんですけども、まあこれに関しては枠だったかなと。ソグリッタリングが内枠を引いてればですね、もう少しおそらく、あの、際どい勝負になってたのかなという感じですね。 で、ブレイステイキングもですね、まあ、距離ね、一気の短縮でね、まあ、前半追走にまあ、戸惑う形だったんですけども、まあね、3着4着の着差が開いた分、まあ、4着以降のね、あのー、走破タイムが一気に落ちたということで、まあ、なんとか5着までに食い込めましたけども、まあ、これ辺のね、以降の、4着以降の着順の間に関してはですね、 まあ展開に恵まれてないとかね枠に恵まれてないということでまあこれが本来の実力だとは私は思いませんねもう少しフラットなね条件ち内外のね有利不利がない条件であればもう少し際どい勝負にはなってると思うんですけども、まあ、この辺はもう完全に枠の差が出てしまったかなと で、メダルファイトはね、まあ枠を生かして、好意でね、競馬して、まあよく頑張ったんですけども、まあこれは枠に恵まれた6着ということでね、まあ若干、自走以降も厳しい戦いが強いられるかなと。で、ドーバーもね、うん、まあ、前走、まあ不良馬場で勝ったということだったんですけども、まあ今回のね、時計のかかる馬場もそれなりに対応してくるかなとも思いながら見てたんですけどもね、 まあ、やはり位置取りがちょっと後ろすぎたかなと。で、そこまでね、切れるタイプではないのでね、うん、まあ、前も、がある程度有利、内枠の前面が有利だったということで、まあ、今日の位置取りからですと、まあ、やはりそこまでね、うんまあ、上位には来れなかったかなという感じですかね。はい。まあ、とにかくね、内枠で、まあ、ある程度前面につけて、さらに上がりもまとめてこないと無理だったということでね、うん、まあ、非常にこれも、 京都金牌もですね、中山金牌同様にですね、まあ、非常に枠の差が出てしまったかなということで、まあね、1着から3着もあれ、内枠ですからね、結局。完全にこれも枠の差が出てしまったと。で、私の本命だったモズダディはですね、まあ3番手からの競馬でね、うん、まあ外枠だったにしても、まあ先行できたわけですから、そこまでね、道中外を回ってるわけではないんでね、もう少し走ってもらいたかったんですけども、 うーんまあこれに関してはね、まあ、なかなか難しいですね、判断が結局。うーんまあ、そうですね。まあ、モズダディも結局ここまで時計のかかるあのレースの質にやはり合わなかったのかなと。まあ、これも後付けになってしまうんですけどもね、結局。まあ、モズダディのね最近のレースぶりを見てるとね、ねやはりもう少し時計の出る、うん 競馬ででい、まあ、いい結果を残してきたととうことで、まあ、私が想定した以上にですね、まあ、この時計のかかる決着にはまあ向かなかったのかなという、まあ、それぐらいしかですね、ちょっとここまで負ける理由はですね、まあ、思いつかないかなということですね。まあ、まあ、さっきも言いましたように3着までがね、全て京都校舎ということでね、まあ、今日は枠、京都が得意ということが全てまあ絡んでね、 独占されてしまったかなと、まあ、正直ね、4着からもう、この10、まあ、モズダリーの11着までもね、そんなにまあ、着差がね、めちゃくちゃ開いてるわけでもないんでね、もう、ある程度4着以降はもう、一色単位考えてもいいかなと、10着ぐらいまでのね、馬に関してはね、はい。でね、カテドラードも全く伸びてないわけですからね、結局だからこの辺も馬場がまあ、合わなかったのかなとか、今日のね、 まあ、マイルチャンピオンではね、後ろから行って6着まで追い込んでるカテドダルが同じ京都のね、戦闘で、今日は全く伸びないわけですから、まあ、この辺もね、結局、状態面とか、まあ、変則開催のね、まあ、いつもとちあのルーティンが違う状況のその、あれあのリズムとかですね、それ辺でまで、こういう結果になってしまったのかとか、まあ、このへはね、まあ、本当のね、敗戦理由っていうのはもう、もう結局、 身近にいる人とかねしかわからないわけでね、まあ、もちろん身近にいる人でもね、首をかしげてるかもしれませんけど、なんでこんな走らなかったんだということでね、まあ、この辺はもう、や,っぱやはりね、一回、まあ、精査する必要があるかなと。まあ、ただカテドラルもね、まあ、京都競馬場前走6着ですけど、まあ、京都が得意というわけではなかったんでね、うー、んまあ、そういう多分もう出てしまったのかなと。まあね 何回も言いますけども、とにかく3着までは京都校舎と内枠である程度上がりが使えたと。今日のね、馬場の適正にぴったりだったということですね。はい。ということでね、まあ、京都金杯のまあレース解雇と感想ということでまあお話しさせていただきました。まあ、新年一発目ね、全く今日はね、あの結果がまあ伴,わな伴わなかったということでね、勝負レースの方もね、 私が挙げた中山9レースのね、リフト,トゥヘブンがまさかの出遅れと、まあ、ジョッキーが変わって、デムロジョッキーに変わったんですけども、三浦ジョッキーがね、あの落馬負傷したんで、でもういきなりね、勝負レースでいきなり出遅れて最高峰からになってしまうということで、もう、ちょっと新年ね、一発目からもう最悪なスタートだったんですけども、まあ明日も競馬があるんでね、まあめげずに、まあしっかりとね、 今日の一日ね、まあ、中山と京都の、まあ、レースをもう一回精査してね、まあ、どういった馬場状態なのかということをもう一回あの洗い直して考えてね、でまあ、今日の結果を踏まえて明日もしっかり予想していくということでね、まあ、競馬はまだまだずっと続くわけですのでね、まあ、今日一日では全てが終わるわけではないのでね。はい、ということで。 まあ明日はね、なんとかいい結果が出せるように、まあ頑張っていきたいと思います。で、明日はまあ重症がないんでね、まあ勝負レースの考察動画ということと、まあメインレースもね、まあ、簡単に触れれば触れたお話をね、ちょっとしていきたいかなとは思います。はい、ということでね、まあ動画の方はですね、まあやはり朝方ということでね、あの勝負レースの あの考察はですねまあじっくり考えますのでまた朝方ねあの動画の方を出したいと思いますはいということで今回の動画はですね今日本日行われました中山金杯と京都金杯のレース開講感想ということで動画の方を作っていきました以上です